はい、どうもはじめまして、ブンブンと申します。本日はですね、大町温泉郷に来ています。ここからですね、大木沢の駅まで走っていって、大木沢の駅から、黒部ダムの方までちょっと乗り物を使っていって、黒部ダムもちょっと撮影するみたいな動画にしようと思ってます。ここ、大町温泉郷のバス停になります。ただいま、5時30分なんですけども、走っていけばちょうど向こう、確か7時半に一発目が出たと思うんで、それに間に合うのかなと思っています。バスで行くとこんな感じです。6時28分が始発で、こうなっていくと、じゃん、大木沢駅まで1030円だそうです。いきなり跳ね上がりますね190円から。はい、それじゃですね、走っていきたいと思います。それじゃ走っていきましょう。ちょっと今回から熊よけに鈴を持ってきました。チリンチリンってますよね。高津屋さんに登った時にラジオを持ってったんですけど、全然あれがね、拾わねえんで、ノイズばっかだったんで、多少この方がいいかなと、チリンチリン言わせながら行きます。県道の45号線だったかな、そこを大町温泉郷っていうか大町方面から45号線をこう山に登っていくような形で行けば、大木沢駅に着くはずなんですけど、ちょっと様子が分かんないです。だいぶ前に仕事でその大木沢駅までお客さんに乗せてって、それからは回送で富山の方へ行けるっていう仕事があったんですけど、そこでやったくらいですね。いや、登りそうだな、ほら登り12キロはきついな。ちょっと登っただけでだいぶこう林の中というか山の中へ入ってきたのがあるんですけど、右手がものすごい赤松林ですね。なんかこうフェンスがしてあるような感じなので、もしかしたらね、しっかりした管理されてる赤松林で、もうこれからの時期松茸の取れる山なんじゃないですかね。なんかすごい有刺鉄線とフェンスでガードされてる。危険ってなってるよ、別の理由なのかな。よいしょ。1キロを通過しました。特に何もない山道です。何も言うこともね。ただですね、今5時半をちょっと回ったところくらいなんですけども、だいぶ涼しいです。お盆が明けておそらく空いてるだろうなと思って行くんですけど、連日30度を超える猛暑なんですけども、今6時前ってことで、だいたい気温20度くらい。暑い中12キロ走るっていうのは無理だなって判断したんで、この時間来て走ってます。涼しいですね。こんな時期がずっと続けばいいんですけど。日向山ボレアガーデン、日向山高原別荘地だって。涼しいんだねやっぱね。日向山高原サービスセンターだって。テニスだとかパターゴルフとかそういう施設があるみたいです。今はねお盆ですけど、自粛が叫ばれてるんで、多分この辺もにぎわいが普段だったらもっとあるんだろうな。はい、2キロを通過しました。今別荘地を
越えて走っているところです。道は舗装されているので非常に走りやすいです。で、若干傾斜はついてるんですけども、なんていうか歩かなきゃいけないような、そういうきつい坂じゃないですね。猿すごいのんびりしてる。これ行くと襲われるかな、逃げるのかな、なんか気にされてませんはい、ランこの熊よけが役に立つ気がする熊出てきたらどうすんのいやエレートも来ちゃったかもしれないですね猿が普通に歩いてる、野猿が次は一体何が出てくるんだろうアルペンルート乗車制限中だって、乗れる人数が限られちゃうんだ。どう通過、3キロ通過です。3キロ通過しました。いや、乗車制限中ってことは何、行った挙句乗れないっていう可能性もあるのか。予約するようなもんじゃないよね。はあ、どうなってんのかな、ちょっと分かんないけど問い合わせてから行ってよ。まあいいや。ライチョウ駐車場だって。ライチョウがいるんでしょうか。これすごい広いから、なんか時期にはいっぱいになるのかなはい、じゃあ再びラン。はい、4キロを通過しました。あれ、向こうから走ってくる人いる。いや、モザイク処理するのがめんどくさかったんで移り切っちゃったけど、すごい速い人が走ってた。猛ダッシュで下ってきますよ。トレーニングコースなのかな、ここな。よし、走ってもいいってことが分かったぞここまではちょっと半信半疑でした。人が入ってダメかなみたいな雰囲気かなと思いながら走ってましたけど。はい、5キロを通過しました。そして、なんていうんだこれは砂よけというか岩よけというかトンネルというか出てきました。与沢上2号スノーシェット、雪よけね。はい、6キロを通過しました。山ばかりですはい、7キロを通過しました。はい、8キロを通過しました。やっぱりですね、上り傾斜 10% だって。はあ、きついわけだよ。上り車道 10% の道のりがおそらくここからずっと続くんだと思いますけど、今と1キロ10分ペースで登ってます。だからやっぱ上りは全然登れない。もう後半ですね。前半はね、ずっと前半はっていうか8キロ地点くらいまではずっとまっすぐですよね。8キロを超えたら道がだいぶカーブを描き出しました。そして今9キロを通過しました。第1、2ポイントスノーシェットだって意味がわからんもう8キロを超えたあたりから1キロを進むのに10分以上かかってしまうなんかここにちょっとした
空きスペースがあって、ちょっとまあ戻さに行ってからにするか、ちょっと休憩しつつ、こんな感じで空きスペースがあって何台か乗用車止まってるんですけど、あれですかね、上だとお金取られちゃうもんで、そのお金分をサボろうとして出さないようにしようと思って、駐車場代を節約という名でごまかしてるのかな。お、ついに扇沢橋下1号ロックシェッドにたどり着きました。はあ、扇沢っていう名前が出てきた。はあ、もうすぐだぞ多分。だってあの人、ここに止めてった人たちもあれかな、歩いてくのかな。はあ、ロックシェッドからの絶景。はあ、すごい。もうちょっとだ。はあ、10キロを通過しました。そして何か、あ、違った、人工物が見えたと思ったら速度制限の看板だった。だけどその先にも乗用車止まってるんで、どうなんだろう、ここから歩いてくるのかみんな。分かんない。違うわ、これだ、 G ヶ岳登山道入り口だ。こっから登山をする人たちがそこに泊まってるんだ。うわ、すげえ。はぁ、あ、はぁ、あ、いや、で、扇沢駅まで歩いて15分だって。なかなか1キロだ。はぁ、あ。だって、ここに泊めれない人たちが下の段に泊めて歩いてくんだ。すげえ登山だよ登山。ここにも駐車場がある。大町アルペンライン連絡協議会、路上駐車禁止って書いてあって、でここがすごい止まってるな。みんな登山するのか。このスノーシートだと思われるものを抜けるとそこに、はあ、駐車場がまずあり、はあ、ここの駐輪場って書いてあるな。ここは無料なんだって。いっぱいになるんだろうねすぐ。でこの先は有料だって。よいしょ。はい、中部山岳園立公園扇沢、長野県大町到着です。はい、それではですね、本日は出発地点を大町の温泉郷ですね、温泉郷を出発して、ここの、扇沢駅、黒部ダムへつながる扇沢の駅へやってまいりました。走ってやってまいりました。およそ10キロちょっとの道のりでした。ただオール上り坂だったのでものすごいきつかったです。ただ、まあ、ここが標高高いのもあるでしょうし、あとは、朝まだ7時前です。7時前というか7時、ちょっと回ったところです。なので、まあ、涼しいことはすごい涼しかったですね。出発地点でおよそ気温が19度から20度。ここ多分20度、やっぱ変わんないくらいじゃないのかな。まあ、非常に涼しくて10キロ上りなんですけど、ほぼ走ることができました。ここのところね、上りだと途中で休んじゃうこと多かったんですけど。いや、なかなか骨太なコースでした。じゃあですね、これからちょっと初めてなんですけど、黒部ダムの方へまでちょっと行ってみて、見たいと思います。それでは本日の動画はこれにて終了とさせていただきます。おまけにて、まあ、黒部ダムの様子をご覧いただけたらなと思います。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまたいつかどこかで。